皆さんこんにちは。本日は大阪府吹田市にある日本万国博覧会記念公園にやってきました。公園に入り、奥に進んでいくと楽しそうなイベントが行われています。こちらは2024年11月30日と12月1日に開催された万博鉄道祭り2024です。日本各地の鉄道会社などがこちらの万博記念公園に集結しています。鉄道関係のグッズや部品なども販売されています。それではこの新幹線の向かう先に JR 貨物のブースがあるので向かいましょう。ニーナがいました。皆さんニーナと一緒に写真撮影をしていますね。こちらのナンバープレートは本物の EF66 型27号機から取り外して持ってきています。吹田機関区で数日前に撮影した映像を見るとすでに取り外されていたようですね。こちらは本物の運転台で HO ゲージの鉄道模型を操縦できるコーナーです。JR 貨物のブースで販売されているものを見てみましょう。皆さん、たくさん買っていますね。こちらのナンバープレート、1年前の万博鉄道祭りでも同じように記念撮影で使われていました。その後、吹田機関区の27号機ではナンバープレートにテープが貼られることになりました。今回も同じことが起きるのでしょうか、気になります。それでは、もう少し見てから帰ります。最後までご視聴ありがとうございました。